今回ご紹介するのは佐賀エリアの名所大覚寺です。トロッコ佐賀駅隣の JR 佐賀嵐山駅、竹林や渡月橋がある南口ではなく、今回は閑静な北口へ向かいます。駅からは徒歩で約20分、京都市中心部からバスでアクセスすることもできます。こちらが大覚寺です。よければお部屋の方へ、ね、ですね、はい、大覚寺と言いますのは、もともと佐賀天皇様が利休佐賀院として奥様大仁皇后様とのご成婚の寝室としてお建てになられたものを、まあ、大覚寺という今お寺と呼んでおります。1200年前唐の文化に習った御所風の造りでございます。特徴といたしましては、代々宮門関寺院であるという天皇家の方、もしくは直接天皇様がご住職御門関を務められた格式高いお寺ということでございます。実際に幕末の頃までは天皇家の方がご住職をお務めでございました。そしてお後、また各お堂もしくはお池の方でお話しさせていただきますけれども、こちら、茶経の根本道場であるという特徴と、生け花佐賀流の創始所家元であるという特徴がございます。このお部屋の中、ぜひ見ていただきたいんですけれども、一面に広がります牡丹の障壁画、ご覧いただきたいと思います。安土桃山時代の絵師加納三楽の筆によります。そして少しこの体乗り出していただきましたら、天井の方ですね、暗がりなんですけれども、天井の折り上げくぐり合天井、ご覧いただきたいと思います。大変格式の高い方のお部屋の失礼でございまして、四隅の方ですね、少しアーチがかかっているのを見ていただけますでしょうか。この大変細かな小組式になっておるという特徴と、この四隅が少し、丸みを帯びておるというのが特徴でございます。安倍の生命ではないです、陰陽師ですね。陰陽師という映画、2011年で少し遡るんですけれども、野村萬斎さんがされておった映画があったかと思うんですが、あちらで御所として実際撮影がされておりまして、この、お庭、そもそも御所風の造りであるということもなんですが、右近立花ございます、お雛飾りですね。左近何やと思いますか。皆さん桜っていうふうにいいお答えくださるんですけれども、実は寝てますね。そうですね、大覚寺の梅が植わっております。1200年前の唐の文化に習っておりますので、桜が国の花に指定されたのが室町期からのことなんですね。松のお部屋なんですけれども、合天井だけになっております。折り上げ小組がなくなって、先ほどの小さな小組式ではなくて、もうマス目が割と大きなものになっております。こちらですね、お後お通りいただくときに、上下どちらも気にしていただきたいんですけれども、この歩いていただくときの音、そしてこの天井の低さですね、少し感じていただきながらお進みいただければと思います。若干この天井が低く感じられたかと思います。こちらお住まいの方どなたでしたっけ。ここを使ってらっしゃった天皇ですね。ありがとうございます。そうなんです、天皇さんのお住まいということで、仮にそのくせ者が入ってきた時にここで切り合いにならないようにという、ちょっと防犯上本当にそれだけでいけるのかというところもあるんですけれども、下はうぐいす張りで足音がよく響くように、そして天井は刃物を振り上げたとしても、槍と刀を振り上げたとしても振り下ろせないようにという工夫と言われております。神業が収められておりますけれども、先ほど申したその五術の年、公元9年
一年といいますのは戊戌の年ということでございまして、まあ、十二神のこの干支をもっとこう細分化したもの、60年に一度回ってくる干支というものがございまして、それに合わせて60年に一度だけこの扉は開かれ、御開帳という形で皆様に見ていただけます。ただ2018年に一度戊戌を迎えてしまいましたので、こちらにちょうどあの記念碑ございますけれども、集約1キロございまして、中国の道渓湖という湖、こちらを模して作らせたと言われております。まあ、日本で一番古い人工の庭池平地でございます。今この観月台からですね、四季折々の景色が見れるようにということで、春は桜、夏はここ、ちょっと今騎士がたくさんございますが、睡蓮ですね、蓮が見えまして、秋はこちらにも植わっております紅葉、紅葉が大変綺麗に色づきます。冬は雪景色をお楽しみいただけます。ゆっくり見れるわというのも大学の一つのいいところかなというふうに努めておるものは思うんですけれども、なかなかその順番を待って、もうアトラクションのように整理券を配布されて回るお寺とは違いますので、あのいつ来てもすぐ入れるっていうのは、あの春と秋以外は来ていただけますので。あ、そうなんですか。もうこちらが特にこの六代の末期の最上位の方と宮田本庁の方が来ましたら、こちらの皆様ちょっと食べていい？いい感じ、いい感じ。ではこれから写経を行います。トロッコ佐賀駅から徒歩20分、こちら大覚寺でございます。保津峡と同じく美しい景色がご覧いただきます。ぜひ皆様お立ち寄りください。